あの今年のマイクラワールドはどうするんですかっていうことですが、ボンさんは今年はね、僕はちょっとソロで楽しもうかなと思って。ソロで、ちょっと新しいんですけどね。一人でじっくり、そうなんていうの、進めていこうかなと。もう建築するんですか、建築。ね、もう掘って建築。掘って掘って建築よ。掘って掘って建築なんですか。え、ボンさんのソロワールド初じゃないですか。そういう、ちゃんとしたのはね。初でしょ。なんか、いや、地下帝国みたいなのだけ一回やったんですよ。あの、100デイズじゃないですか。いや、普通のやつ。あ、普通のやつでやってましたっけ。やったことあんだよ。はい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 。まあ、そういう意味では、ちょっとこう、今までにない、ソロ、ガチ、ちょっとね。うん、なんか。うん、で、生で進めるんですよね。生で、もう生で。僕は生で。エンドラ倒したりとか、ね。いいですね。毎回進捗達成してほしいって。ああ、面白いかもしれないですね。毎回。なんかしら進捗達成してほしい。なんかしらね。いや、でもね、掘りたいのよ。だから、掘りたいと思った時に、今でも適当に、新しいワールド作ったりとかしてたから、なんか、そういうとこいいなと思って、なんか。確かに、その、繋がっていきますよね。そうそう。ちゃんと少しずつ。そう、思ってるんだよな。いいっすね。まあ、例のゲートもね、もうちょっとあるかもしれない。はい、例のあるかもわからない、ね。例のゲートがあるかもしれない。ボブさんは？僕はね、今年は、ちょっとまあ、なんか、ずっと僕ももうマイクラ、今年3年ぐらいやったんですかね、僕たちも。3年目ぐらいかな。なんかやっぱその、新しいことをちょっとチャレンジしたいなとは思っていて、まあ、なんか去年1年はね、ドズル社メンバー増えて、で、今までこう、ね、一緒に遊んできた皆さんとも、こう、マイクラやらせてもらったんですけど、今年ちょっと色を変えた、マイクラをしようかなと思ってて、ちょっとマルチで、はい、今人を集めております。はい。おう。はいはい。おう。まあ、ちょっと、近いうちにメンバー発表ができるんじゃないかなというところで。ドズルワールド、はい。初ですよ、これは、はい。ドズルワールドというかね、はい、ちょっと一からメンバーを集めて、まあ、ちょっとマルチやってみようかなっていう、まあ、もしかしたら2ヶ月後にやっぱやめたってなるかもしれませんけど、はい、まあでもやっぱ最近思うのがちょっとそのね、なんかやっぱマイクラこう初心者のマイクラ初心者の人とマイクラやる機会が僕たちなくなってきてるじゃないですか。そうですね、確かに、周りがもうみんなプロでしょ。ちょっとやっぱこう初心者のマイクラね、マイクラ本当初心者みたいな人たちとちょっとやろうかなって思ってます。はい、なるほど。乞うご期待で、はい。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。